アメリカクライシスのシミュレーション結果が大きく報じられ、今回は台湾、尖閣有事へのアメリカの対応と自衛隊の連携を詳しく見ていきますね。アメリカ海兵隊空母打撃群を5つ日本へ展開など、今までにないほどの数を想定している。中国は遼寧と福建空母くらいかな。山道は動かないからね。やはり、無人機が主流になるのかな。昨年2022年は、ほぼ毎日のように、中国海峡局の船舶が、尖閣諸島の周辺海域に侵入する事態を引き起こしており、こうした傾向は、今の中国の存在が続く限り、強まりこそすれ弱まる要素は、ほとんどないと、多くの日本人が感じているだろう。多数のマスメディア等では、こうした尖閣諸島周海域に、侵入を繰り返す中国の船舶を中国公船と呼んでいるが、今や軍事警察の一部署として第二の海軍と召されているのが中国海峡局であり、その数は増す一方である。中国海峡局は尖閣諸島近海では大抵の場合4隻を1セットとして運用されており、日本側の船舶が尖閣諸島周辺海域に近づくと、その体制で妨害行動を行っており、その行動の根拠を自国の領域だと主張することに余念がない。さらに、昨年の8月にはアメリカ下院議長を務めるナンシー・ペロシ氏が台湾への訪問を敢行したことを受け、その後、中国側は台湾の周囲の海域を取り囲む形で、大規模な軍事演習を行い、台湾への威嚇と圧力を強めた。歴史的に見ても、台湾は中国最後の王朝である清朝の領土ではあったものの、今の共産中国が治めた事実はないのだが、彼らはそこを不可分の領土で革新的利益だとの主張を繰り返し、自らによる統一を悲願に掲げている。ことに、昨年3期目の任期に入り、政権基盤を盤石なものとした中国の習近平国家主席は、こうした自身の体制の確立に自信を得たこともあってか、台湾を自国による統一を行う手法として武力行使する可能性を強く匂わせている。ただし、こうした中国の態度は何もここ最近始まったというわけでもないので、あくまで台湾が中国の一部であることを政治的にも対外的にアピールしていると見さす向きも多いが、ロシア・ウクライナ戦争の世紀が与えた影響を危惧する声もある。この2月末で開始から1年を迎えるロシア・ウクライナ戦争ではあるが、昨今は各地で膠着傾向にあった戦線で、ロシア軍がまたしても攻勢をかけてきており、少しずつ、だがウクライナ側が押されている感が拭えない。一時期のロシア側の戦況の苦しさを目の当たりにして、いかに中国といえど台湾への軍事侵攻の機運や可能性は低下したのではないかという分析も、確かに多くのマスメディア等が記事として報じている事実もある。しかし、このところのロシア側の巻き返しや一部でウクライナを支援する西側諸国の足並みや速度に目を移してみれば、仮に台湾への軍事侵攻を中国が起こしたとしても、支援国は思いのほか少ない可能性もありそうだ。ロシア・ウクライナ戦争においては、昨年の9月以降にウクライナ側の反攻作戦が功を奏してロシア側を押し戻して以降、徐々にウクライナ側が優位に立つとの楽観的な予測も見られたが、その考えは少し甘かったようにも映る。西側諸国からウクライナに対する兵器支援やロシアに対する各種の経済制裁が継続される中、国としてのロシアの力は弱まっているとの報道も増加していたが、まだまだ兵力を補充する余力を残している。
こうした状況を見るにつけ、食料である小麦やエネルギー資源である石油や天然ガスを完全に自国内で自給しており、それどころか他国に売るほど保有しているロシアは、簡単には屈服させることが困難だと感じられる。それを傍目で見ている中国は、むしろロシア以上に西側諸国の企業が進出しており、多数のそれらとの経済的な関わりが深い点や、食料やエネルギーを自国では自給できない点では、ロシアよりも脆弱かもしれない。しかし、この2023年1月、アメリの軍事系のシンクタンクとして、世界的にも、著名なクライシス戦略国際問題研究所は、今から3年後の2026年に、中国が台湾への武力侵攻を行うと仮定した場合のシミュレーション結果を発表した。ここで、クライシス戦略国際問題研究所は、中国による台湾への軍事侵攻に際し、全体で24パターンにも及ぶシナリオを用意し、そのうちの22パターンでは、台湾の防衛は成功したが、2パターンでは占領されたとの結果を示した。22パターンとされた台湾が防衛に成功するシミュレーションでは、上陸を試みる中国の艦艇やそれを支援する多数の航空機が失われたというが、アメリカ側の被害も甚大で、なんと大型の原子力航空母艦も2隻が撃沈されたという。アメリカは最大でこれら保有している大型原子力航空母艦を中核とする5つの空母打撃群を投入する想定とされているが、世界でも敵なしと見さされてきたこれらが2隻も撃沈されるという結果には驚きを隠せない。またアメリカ軍にしてこの被害が生じるということは、日本の自衛隊も投入されるケースでは持てる艦艇と航空機の大多数を喪失することが示唆されており、台湾防衛には辛くも成功すると見るべきなのだろう。このクライシス戦略国際問題研究所によるシミュレーションの結果は、多数の大手のマスメディア等でも紹介されて物議を醸しているが、実際の戦闘の状況をリアルに再現しているのかと問われれば、一概にそうとも言い切れない。というのも、今回のクライシス戦略国際問題研究所によるシミュレーションは、2026年時点で関係国が保有しているであろう戦力をベースに、基本的にはそれらのカタログスペックをもとに対戦した場合の損耗を基準としているためだ。つまり実際の戦闘においては状況を確認しつつ、自軍が不利だと考えれば投入が躊躇されるような場合でも戦いに臨むことが想定されており、そもそもが非常に激しい消耗戦となることを承知でシナリオが組み立てられている。したがって、現実的に考えるならば、昨今は航空優勢が確保されない限りにおいては、いかにアメリカ軍といえ、ドトラノコの空母打撃群を、そう、イート台湾近海に展開することは考えづらく、むしろ温存するのが普通だと考えられる。今のロシア・ウクライナ戦争をた、そばから見ても、戦闘機や攻撃機や爆撃機といった航空戦力では、ウクライナを圧倒的に上回る戦力を有しているロシアでさえ、ウクライナ側の地対空ミサイルを警戒して、積極的な攻勢は行っていない。その前提を無視して、ロシア側が、航空機による攻撃を敢行すれば、いわゆる第4世代までの航空機は、現行の地対空ミサイルに対しても、その攻撃を回避できる可能性は非常に低く、甚大な被害を被ることが予期されている。こうした点を踏まえると、今回のクライシス戦略国際問題研究所によるシミュレーションは、あくまで関係国が保有する軍事装備をすべて戦闘に投入した場合という条件が前提にあり、
実態を反映したものとは言い難いだろう。いずれにせよ、中国が台湾を武力で制圧するためには、必ず台湾海峡を越えて兵員を上陸させる必要があり、中国本土から 200km と離れれないとはいえ、その揚陸作戦を成功させるのは決して容易ではないことは間違いない。台湾も日本も、その意味では地理的に中国の侵攻から守られていると見ることが可能で、今のロシア・ウクライナ戦争に、ように敵の地上軍が損害も厭わず侵入してくるというような状況にはなりがたいのが救いではある。こうした状況を勘案した場合、敵に発見されづらいステルス戦闘機や潜水艦の活用がキーになると同時に、敵の防空ミサイルの射程圏外から攻撃が可能な日本政府が言うところのスタンドオフミサイルが重要になるだろう。それらの代表は、国産の一二地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾、そしてアメリカからの調達が検討されているトマホーク巡航ミサイルが該当するが、どうも、日本では敵地攻撃に使用される恐れがあるとの批判も多い。しかし、それらは、対地攻撃はもちろん、対艦攻撃も可能な兵装であり、発射母体の生存性から見ても、今後日本が強化していくしか、選択肢はないものであり、近接戦闘を回避するという危険性の低下を約束するものと言えよう。